プロ騎士様、ご連絡いただきありがとうございます。ライカンさん、停電の原因が分かったの？まだ推測の段階ではございますが、可能性は極めて高いかと。図面を確認したところ、バレーツインズの電力供給構想は完璧なものでした。大規模な停電を回避できるだけの対策がなされております。また地下には独立して稼働できる発電所があり、フォローに飲まれてなお電力を維持できた理由も分かりました。やっぱり独立した発電系統があったか。待った、それならどうして停電が起きたんだ？地下の発電所が故障したとか？論理的に考えるとそうなりますが、こちらの図面だけでは具体的な故障の原因を特定できかねます。幸いメンテナンス用の書類に停電時の対応が書かれていました。バレーツインズの2棟にはそれぞれ独立した制御室と非常用発電室が設けられております。そこで故障の原因を突き止められるだけではなく、やむを得ない場合は予備の電力系統に切り替えることで電力の復旧が可能です。故障した原因が分かれば、それでライカンさんたちの任務も達成だもんね。私どもの使命についても気にかけてくださり感謝に堪えません。まさしくおっしゃる通りでございます、プロ騎士様。では早速制御室と発電室の位置を送信いたします。ビクトリア火星はいつでもあなた様の召集に応じる用意ができております。プロ騎士様、以前の調査によると、島内の電力を復旧するにはいくつかの手順を踏む必要がございます。まずは制御室に向かい、停電の原因を突き止めましょう。それが故障であれ何であれ、解決が困難な場合は予備の電力系統に切り替えるのです。次に制御室に留まり操作を行う側と、発電室に向かい予備のエーテル発電機を起動させる側の二手に分かれます。制御室では電気回路の複雑な操作が要求されますわ。この中で適任がいるとしたら、それはライカンさんですわね。一方の発電室は、発電機とエーテル原料の運搬が主になるでしょうか。力仕事でしたらカリンでもお役に立てるかもしれません。頭が疲れる方と体が疲れる方の二択ってこと。どっちも嫌なんだけど。あ、やっぱ発電室。カリンちゃんとならさ、いちいちお作法がどうとか言われないもんね。エレン。理由はともあれ、戦力のバランスを考えると妥当な分担ですわ。戦力のバランス？ビクトリア火星って誰が一番強いんだろう。それではライカンさん、私とあなたがチームですわね。ええ、では皆さん出発いたしましょう。二人とも発電室で待っていてちょうだいね。はーい。エレンさん、待ってください。プロ騎士様、制御室は左です。我々も動きましょう。リン、行こう。プロ騎士、逆逆。なんだ。
まあ、ぬいぐるみの下に懐中電灯が。幸運ですわね。これは前に僕たちを追いかけてきたやつか。何だったの？ぬいぐるみが懐中電灯を持っていました。大助かりですわね。皆様、制御室はこの先です。ですが、左には物資の貯蔵室がある模様です。まあ、不幸な事故ですわね。マスター、制御室付近に到着しました。電気が来ていないから、何も見えないな。いや、何かいる。プロ騎士様、ご注意を。ライカンさんに加勢しよう。Huh?
されてます。やテリアスが入り込むなんて。ライカンさん、設備は無事？予備電源のランプはまだついている。すぐに制御盤を確認します。うん、妙ですね。これは一体。ライカンさん、どうしたの？これは失敬、私の独り言が思わぬ誤解を生んでしまいました。実のところ良い知らせでございます。制御室は正常に機能しております。非常用発電室が使える限りすぐに電力は復旧できるでしょう。ですが一つ気になる点がありまして。ここの情報によると地下の発電所に故障は見られません。まあそうなのですね。ではどうして停電が起きたのでしょう？現時点では何とも。ですが制御室は B 棟にもあります。そこで発生した何らかの問題が停電をもたらしたという可能性はあるでしょう。あくまで可能性ですから、実態を把握するにはアトリウムを渡って調査しなければなりませんが。プロキシ様、次はエレンとカリンを発電室まで案内していただけますでしょうか。発電機の準備を完了させましょう。電力供給を予備電源に切り替えます。セキュリティシステムに再アクセス。暗視モードが復活。あなた様を送り出すのは私たちにお任せを。出発するときは私にお声掛けくださいまし。準備ができたら次はカリンとエレンのところへ行こう。もう一度このビルの目に頼るとしようか。プロキシ様、二人を何卒よろしくお願いいたします。ご安心くださいまし、ガイド様。お好きな時に戻ってきてくださって構いませんわ。ヒヒ、こっちを見ろ、出発。死ぬかと思った。歩きながら話すね。私とカリンちゃんでなんかいろいろ見つけたんだけどさ。ほら、発電室なんですが、すぐそこなんです。そうなのかい。それはよかった、急ごうか。
効かないエーテリアスたちは勝たせといたから。ここが発電室です。私たちさっきも来たんですが。ここには何か大きなものがあったみたいだ。確認したところ、この設備には核となるエネルギーモジュールが欠けています。つまり、本来ここには燃料があったのか。マスター、前方のエレベーターホールに空間の裂け目を確認、注意、高エーテル活性反応を検出。ならエーテル燃料は裂け目の向こうなのかい。ガリン、エレン、エーテリアスの掃除は。テリアス、とっととやっちゃおう。ええ、やる気満々だね。別にここ狭いから囲まれたくないだけ。またエテリアスです。ルビーとカラオケにいる時より騒がしい。ルビー？あ、エレンさんのクラスメートの方ですね。わちゃ、通行です。機関用ルートを検索中。ここ他の場所より随分暗いな。あれはエーテル燃料か。燃料を運ぶのはカリンに任せてください。カリンは頼もしいな。わかった、道を探すのは任せて。暗視モードで道を探ろう。こっちは私が運ぶから。リン、僕たちも手伝おう。機関用の裂け目を発見しました。さっさと戻って発電機を再起動させよう。
燃料を発電機に乗せるんだ。よかった、発電機のランプがつきました。ま、無駄じゃなかったね。よし、やった、成功だ。発電機の準備、やっと終わりました。みんな、お疲れ様。リン、早速制御室に連絡を入れよう。お待ち申し上げておりました、プロ騎士様。発電室の方は、つつがなく進行しておりますでしょうか。バッチリだよ、発電機はいつでも動かせるからね。御意にございます。こちらで電気の復旧状況を確認いたしますので、スイッチを押していただけますでしょうか。あ、明かりがつきました。プロ騎士様、建物の電力が復旧しつつあります。また B 棟の制御室に影響が及ばないよう、A 棟の電源は独立させました。これよりアトリウムで合流し、 B 棟へ向かいましょう。ご友人の消息がそこでつかめると良いのですが。照明設備は徐々に復旧していますが、時間がかかるでしょう。プロ騎士様、近くの扉が通れるようになっております。私とリナは直ちにあなた様のもとへ向かいます。通知、電力供給切り替えのため暗視モードを一時的にオフ。光で追い払おう。ほっとこ、いちいち相手してらんない。タンが押さえてます。ライカンさん、この先の電力はまだ復旧していないのかい？プロ騎士様、遅くなり申し訳ありません。エレン、カリンちゃん、よく頑張ったわね。あれがアトリウムに通じる通路だ。これで全員揃った。さあ、ラストス。開きました。よかった。ガイド様なしではなし得なかったことですわね。ご主人様もお喜びになりますわ。どういたしまして。ん、そこに何かあるよ。え、これって。プロ騎士様、お心当たりが。うん、間違いない、レインのリュックだよ。ここにいたんだ、手がかりがあるかも。後ろに。
誘いとお見受けしました。お相手を務めさせていただきます。プロキシ様、安全な場所に隠れていてください。血の気が多いゲストは私どもにお任せくださいませ。仰せのままに。じっと見ないで。敵の動きが鈍くなってきましたわね。けれども依然として侮れないバイタリティですわ。皆様頑張ってくださいまし。汚れを排除します。喉を噛みつぶしますよ。気難しいお客様だ。音楽が流れてから現れたのはもしや。おい怪物、こっちだよ。フローの叫びがあってよかった。音楽に引き寄せられてた。どなたかが消しかけてきた、確か。まさかレインが、うん、そんな。やった。エレン、全員倒したわ。私たち以外にも誰かいる？でも一体。あ、さっきはありがとう。あ、エレン大丈夫？しっかりして。ご心配なく、眠っているだけですわ。大げさだな。彼らはしばらく起きないでしょう。一度ここから連れ出しましょうか。リン、おかえり。君もイアスも大丈夫だったかい？怪我は？平気平気。ただびっくりすることの連続だったからまだちょっと混乱してて。マスター、申し訳ございません。フォローのデータを解析中だったために熱源の接近を検知するのが遅れてしまいました。エアリーは責任を感じることないってば。解析を続けて。マスター、信頼してくださりありがとうございます。エーテリアスが出てきたかと思えば、間髪入れずに正体不明の戦闘員たち。一体何が起こっているんだ。レインの件は想像以上に複雑かもしれない。ただの人探しとしか告げていない以上、ビクトリア火星がどう受け取っているかも気になるところだ。リン、これからどうする？さっき捕まえた戦闘員たちならレインの行方を知ってるかもね。起きたらじっくり話を聞かせてもらわなきゃ。ああ、フォローに飲まれたビルで武装して待ち構えていた連中だ。何か企んでいない方がおかしい。ついでにエレンの様子も見に行ってあげたいな。私とイアスが無事に帰ってこれたのもあの子のおかげだし。君の言う通りだ。きちんとお礼をしないと。そうだリン、エレンは飴が好物みたいだった。ちょうどこの前たくさん買ったから少し持って行っていいよ。大したものではないけれど、大事なのは値段ではなく気持ちだ。
分かった、言う、言います、全部言うから、俺のそばに近寄るな。お客様、ようやくお心を決めていただけたのですわね。リナはとっても嬉しゅうございますわ。ご自分の立場をもう少し早く自覚してくださっていれば、お互いに辛い思いをしなくて済んだのですけれど。ここで何があったの？まあガイド様、いらしてくださったのですわね。どうかお気になさらず。こちらのお客様がこっそりとお帰りになろうとされていたものですから、丁重にお引き止めしただけですわ。兵士様、反乱軍のメンバーである以上は、治安局に引き渡された末にどんな結末が待ち受けているかよくご存知のはずです。あなた方がバレーツインズに入れ込んでいらっしゃる理由を明確にご説明いただければ、私どもとしても寛大な対応を検討したく存じます。わかった。そのうちの舞台のスポンサーから依頼があったんだ。バレーツインズのビートを屋上で、そいつの代わりにあることをやれって。申し訳ありません。もう少し具体的な内容を伺えますでしょうか。俺はただの下っ端なんだ。依頼の詳しいとこまでは知らない。俺ら何人かは周辺の警備を任されただけなんだ。バレーツインズに侵入したやつを見つけ次第、ビートから遠ざけろって。停電はあんたたちの仕業だね。そうだ、最初にお前らを見たときは肝試しかなんかだろうと、ちょっとビビらせたら逃げ帰ると思いきや、尋常じゃない速さで電力を復旧させやがった。それで隊長が言ったんだ、あれはただものじゃない、小娘を助けるために来た連中に違いないから、あの妙なエーテリアスを先導してぶつければと。待って、今小娘って、レインは今どこ？あの子に何をしたの？あの子娘、お嬢さんなら隊長とビートの屋上にいる、当分は命の危険もない。今しがたの発言、あなた様の部隊がレイン様を誘拐した事実を認めたと捉えてよろしいでしょうか。リナ、引き続き彼から詳細を。そしてプロキシ様、少しお時間をいただいても。プロキシ様は聡明なお方です。私がこれから機関としていることもおのずとお察しくださるかと。ライカンさん、レインの正体を聞きたいんでしょ？おっしゃる通りでございます。現在バレーツインズを掌握している反乱軍にとってレイン様は重要な存在であるようです。あなた様が情報の共有に及び腰なままですと、次の行動に影響が出てしまうことを憂慮せざるを得ません。次の行動？治安局に任せることもできると思うけど、引き続き私たちとこの件を追ってくれるの？プロキシ様、ご理解いただけるかと思いますが、私どもがお仕えするのは新エリートでも一角の名声と地位を誇るお方でございます。そのようなお方が資材を守る程度のことで治安局に頼らざるを得ないなどと、うろんな風説が流布することをビクトリア家政が許すわけには参りません。またレイン様の失踪が誘拐によるものであり、ご主人様の財産にまたがり悪行を働く者がいると判明した以上、見過ごすことはできないのです。我々は依然として目的を同じくしているものと信じております。あなた様も同様にお考えでいらっしゃるのであれば、何とぞ情報を共有していただければ幸いです。ありがとう、ライカンさん、言いたいことは分かったよ。本当はレインの秘密を守ってあげたかったけど、
もうギリがどうとか言ってる場合じゃないみたいだね。実はレインはね、腕利きのハッカーなの。だから治安局が介入してくるようなら困っちゃうのは私たちも同じ。なるほど。彼女がハッカーなのであれば、誘拐はその能力に目をつけたものである可能性がありますね。バレーツインズの屋上は何かを発信するのにうってつけですから。ライカンさん、反乱軍たちがまだバレーツインズにいるなら、あいつらの任務は終わってないってことでしょ。また想定外のことが起こる前に一刻も早くレインを助けなきゃ。ビクトリア家政としてもそのつもりでございます。プロキシ様、私は来たる救出のために準備をいたします。後ほどご連絡を差し上げますので、少しの間お待ちください。